な気持ちになるのにはちょうどいい時間だかなと。でも凄惨な歌じゃないですよ、青年の歌です。23歳ぐらいの時の歌です。ある夜一人で火鉢に手をかざし、雲たく木の部屋のうちあわりゃ、いまだに生き残る儚き虫の鳴き声と共に、Hey!